はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は映像授業を使う時のポイントっていうのをちょっとした授業形式でやっていこうと思います。ですが、えー、この動画をね、見てる時点で皆さん映像授業とか、まあ、このね、とある男が授業してみただけじゃなくって、まあ、解説動画とかも含めてかなり慣れてると思うんですよ。だからここ説明してってもね、ふーんぐらいしか感じないかもしれないんですが、えー、今回右にスペース。 いっぱい開けました。これは私が余計なこといっぱい喋ります。自分の思いも含めてですけど、しかもこの動画を撮るにあたってね、あの YouTube のコミュニティ機能で皆さんから意見を募集したんですよ。今までの経験談とかも。そしたらすっごい集まって、で、その先輩方のメッセージがね、あまりにもあったかったから、それも含めていろんな話ができたらなと思っておりますので、ぜひね、最後までお付き合いください。 で、ね、で、最近映像授業を使い始めた方なんかはいろんな発見があるかと思いますので、その辺もね、ぜひ、あの、見ただけじゃなくて、自分で使ってくださいね。うん、自分の生活に活かしてもらえれば、なおさら嬉しく思います。ではでは、穴目はそんなにないんでね、サクッといきましょう。で、ポイントは主に3つにしました。あの、いっぱい喋ると長くなるからね、サクッといきます。で、1個目が、一番言いたいところ。多分一番思いが詰まるところなんだけど、 あの、映像授業っていうのは、文字媒体。例えば参考書みたいな文字でね、文字情報で、えっ、ー、と、解説を読んだりするやつよりも、ほにゃららになりやすいんですよ。だから注意なんです。それはいいとこでもあるんだけど、注意が必要。で、何になりやすいかっていうと、わかったになりやすいんです。文字を見てたらさ、なんでこここうなるのとかね、解説がな、解答が長くなれば長るほどさ、 ああ、頭痛いってなりやすいんだけど、やっぱりこうやって説明してもらえると、理解はしやすいですよね。だから、分かったになりやすいんですよ。もうちょっと嫌な言い方すると、分かった気になりやすいんです。いいでも、ここね、まあ、同じ答えちょっと入れちゃいますわ。ただ、大事なのって、分かったとほにゃららが違うんだぞって。 ここが自覚できてるかどうかによって映像授業で伸びる方、伸びない方に分かれます。で、何が違うかっていうと、分かったとできるです。これは解けるでもいいです、問題が。どっちでもいい。つまり、分かったって感じているのと、あなた自身が自分の力でできますよっていうのは違いますっていう。 もうここが全てかなと思います。これがちゃんと根本にある状態で映像授業を使っていったら、ここがね、ここがちゃんと区別、差別化できていれば問題ないと思う。基本的には。もちろんね、それを含めた上でいろいろこうやって話はしていくんだけれど。いいで、あの、やるときにこれはいろんなね、その先輩方がコミュニティ機能でも返すなんだけど、問題演習絶対セットでしようねって。 つまり、動画でやってる問題だけをやるんじゃなくて、それの類似問題とか。例えば、問題のさ、解説動画とかもあるわけよ。この、例えば、この問題集のこの番号解説してみました、みたいな。で、もちろんその問題に関しては説明を受けてるわけだけど、それを類似問題似てる問題とかって問題集に載ってるじゃないですか。だからそういうのもきっちりセットでやって、文字、えっと、映像授業で学んでるのはインプットです。 だから、この問題演習を自分だけ、自分の力ですることでアウトプットするって。ちゃんとインプットとアウトプット、これをセットでやっていくっていうのを、まず、い、まず大事にしてください。いいかな。っていうのはまず1個です。そんなことわかってるよっていう方もいると思うんですけどね、まだお付き合いください。で、2番目です。ほにゃらら。で、効率集中力アップ。 で、これは結構自分も動画でちょいちょい言っていて、だいぶ浸透してきたと思うんですけど、やっぱりまだね、あの知ら、機能自体を知らない方もいるので、あま,またね、あの、紹介させてもらおうと思うんですが、まあ、今はね、YouTube にも、えっ、ー、と、これが入ったからね、倍速再生です。知ってますか皆さん。倍速再生。もちろん他のプラットフォームでもほとんどがね、あるんですけど、つまり、スピードを変えられるんです。動画の。で、YouTube で言うと、 ちょっ,と待って、ね、YouTube で言うと、えっと、1.251.51.752.0かな早くする方はねつまり例えば普通に見るやつがじゃあ10分の動画だとしますよねでも2倍速でもし見たら単純に5分で終わります時間浮くよ効率的になるよね効率的になる で、これもね、いろんな先輩方が話してたんですけど、普通の一倍で見るよりも、早く見た方が、集中力が高くなる。あとは、え眠く、えっと、眠くなりにくくなる。っていうのは皆さんいすと。でもね、言われてみたらね、確かにそうだと思う。なんかさ、YouTube っていろんな動画があって、エンタメのね、楽しい動画とかもあるじゃないですか。そういうのは、例えば、その、 間とかの取り方編集の仕方とかでさ、面白さがさ、こう際立っていくわけだから、倍速再生って合わないのもあると思うけど、授業だよ。授業はいいんだって。どん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 早くしよう。で、逆に、ちょっとこの先生早口だなって思うのは、遅くすることもできるので、0.75倍速とかもできるので、皆さんに合ったそのスピードでぜひやってください。これはガンガン使った方がいいです。特に YouTube ね、見てる皆さんは。いいかな で、これね、まだ浸透してなくて、俺すごい押してるんですけど、あの、ちょっと YouTube で話飛ばしますね。確かね、これを撮影してる時点ではまだパソコンでしかできない機能。確かにスマホ版はできなかったと思う。できたらごめん。ちょっと書いていてみんなコメント欄に。何かっていうと、そのさ動画再生のやつに、下の方にさ、共有っていうボタンがあるんですよ。共有。で、これに関して、共有だけだったらえ、スマホもある。いい で、共有を押した中に、これ共有ボタン何に使うかっていうと、まあ、そのままね、例えば共有って押したら URL があるので、それをツイッター、Twitter、に貼ったり、みんな見て面白いぞって言ったりとか、LINE でさ、知り合いにこの動画見てみて面白くないっていう時に使うんだよ。共有するためにね。で、パソコン版の方は、共有の中に、えー、っと、これ、右側入りますああ <laughs> もはや、 はい、すみません。<laughs> すみません、すみません。下だった。あのね、今日の中に開始位置っていうのがあるんですよ。知ってるかなみんなこれ。開始位置。開始位置っていうボ,ボタンとかチェックがあるの。なんかこういう開始位置の横にチェックがあって、何分何秒ってなってる。で、これをチェックをした状態でやると、チェックを入れるとね、URL がちょっと変わるんですよ。 で、その URL を貼って、例えば再生するじゃないですか。そしたら、自分の好きな何分何秒のところから始まる URL に変わるんですよ。で、これなんで押してるかっていうと、例えばね、みんながある動画、まあ、授業動画でも解説動画でもいいです。で、その動画がいいんだけど、何分何秒から自分の欲しい情報があるって分かってるとするじゃん。例えばさ、10問解説してるんだけど、9番と10番だけ見たいなって時だったらさ、9番の頭からだっていいじゃん。 で、そのスタート地点、例えばじゃあ5分30秒からがいいなって思ってたら、これをチェックをつけた URL を、例えば自分のメモ一覧とかに入れとくのよ。そしたらさ、何か勉強するときにここクリックすればここに飛ぶんだもん。だからもちろんさ、別にその動画をやって5分30秒飛ばせばいいじゃないですかって言われたらそれまでなんだけど、でも勉強ってさ、ちょっとじゃないじゃん。たくさん勉強するんでしょ。 こういった本当に細かいことだけど、効率させるとさ、すごくいいと思っていて、っていうとね、結構細かいなって言われちゃうんですけど、でも個人的には押してます、これは。だから、これ全員が全員やってねってわけではないんですけれど、こういった方法もあるよっていう選択肢は持っといてほしくて。この倍速再生もそうだよね。もともと全然浸透してなかったんだけど、だいぶ浸透したから。 だからこれに関しても、まあ好き嫌いは分かれると思うんだけど、こういった開始位置を指定してメモに貼っておくと、自分が欲しい時にすぐにそこの情報の場所にダイレクトに飛べるから、こういうのもあるよっていうのはぜひ覚えておいてください。で、で、ラストね。ででって言っちゃった。ラスト。は、これね、実は今回その先輩方からね、コミュニティに書いてもらった時に、ああ、面白いと思って、俺この感覚なかったの実は。 すごい勉強になりました。しかも一人じゃない。これいっぱい書いてたからね。何回も見られるじゃん。映像授業って。反復学習にぴったりだから。何回も繰り返してね。で、見られるからこそ、ほにゃららっていう意識が大事ですよって。これ何かっていうと、何回も見られるからこそ、一回で覚えようって。っていう意識が大事だよって。 その方が集中するし、やっぱりね、映像授業のデメリットっていっぱいあるんだけど、そこ一個がさ、ここなんだよね。ま、これは普通の勉強もう。勉強もそうね。ま、勉強だけじゃないけどさ、やっぱ主体性、自分で勉強しに行く、自分で情報を取りに行くっていう、その姿勢があるかどうかですごく大事なのよ。でも、何回も見られるし、ずっと喋ってっから、映像の中の人が、俺とかがね、喋ってるから、ぼーっと聞けちゃうわけよ。 わかるだから、そうなっちゃうと、やっぱりどんどん伸びないわけ。時間も無駄だし。10分とかに凝縮してるっつっても、10分取られてるからね、みんなの授業。しかも、1本だけじゃないからさ。だから、何回も見られる。もちろん、それで反復化するんだけれども、毎回毎回が1回の勝負だぞって。っていう気持ちを持って、映像授業を使うと、より効率的に伸びます。というのがね、書いてあったので、もう紹介したくてしょうがなかった。これ。ね、書いていただいた皆さん、ありがとうございます。 なので、まあ、今回ね、この3つだけにしましたけれども、さっき言ったようにそのコミュニティに、今400件近くかなこれを取ってる時には。先輩方がいろんなね、その経験談とかを書いてくださってます。なので、今回概要欄にそちらのリンクも貼っておくので、ぜひ見てみてください。あの、これ多分この動画以上に勉強になるし、モチベーションになると思います。よかったら、そちらもぜひ見ていただけたら嬉しいです。 はい。ということで、今回はね、映像授業を使う時のポイントというね、まあ、ちょっと授業形式で喋らせていただきました。今回の授業かな今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。